雑談ドライブ前から救急車、大丈夫か、無事か。さあ今日はむちゃくちゃ天気がいいんでね、仕事帰りなんですが海岸線を走って帰りましょう。ここは西湘バイパス小田原インターチェンジから入っていきます。映ってるかどうか分かりませんけども、左側違う、右側には湘南の海岸が見えますね。でも見えねえけど、木で見えなくなっちゃった。いやー気持ちいいですね。こういうところをこうオープンカーだから、オープンにして走りゃ気持ちいいと、まあイメージしがちなんですけども、実際オープンカーって夏これオープンにしたら、まあ今夏じゃないですけど、今外30度近くあるんで、このぐらいの気温でオープンにしちゃうとむちゃくちゃ暑いんですよ。まあ日光直撃、体直撃しますからね。なので実際夏本当つわものでないとオープンにしてる方ってあまりいないかなとは思いますけれども、まあやっぱりこう春と秋ぐらいにしておいた方が本当ね、日差し直撃しちゃうんでね、すごい暑いですよ。さあ見えてきました。ちょっとどこが江ノ島だかは分からんけれども、まあ平塚、茅ヶ崎、藤沢方面が遠くの方に見えますね。遠くの方に、まあ今日平日なんですけど、お昼ぐらいにちょっと仕事はもう早めに今日切り上げたので、海岸線を走っております。特に雑談のネタも何も考えずにやってますけど、ちょっと前に、まあ、雑談ドライブってどういうのが上がってるんだろうと思って、まあ、他の方々のこうタイトルが雑談ドライブってなってるのを何本ぐらい見たかな、まあ、10本20本いかないぐらい、動画見させていただいたんですけども、やっぱり結構車から撮ってる動画なので、まあ、車のネタはやっぱ多いですね。車好きな方とか、まあ、あと新しく出た車とかを、まあ、購入されたのかこう借りたのかちょっと分かんないんですけど、試乗かなと、ニーラの試乗あたりでね、そこで撮って動画上げる方なんかもいるみたいですね。まあ、ちょっとそこまであまり車詳しくない自分はそういうのができないので、車の動画なのに雑談の内容はゲームだ映画だっていう感じになっちゃうと思うんですけど、あ、そう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 、ゲームで思い出した、今年の秋のゲーム今すごいどれ買うか悩んでて、まずはゴーストリコンブレイクポイントで、これだって最初これが先に確か発表されてたのかな、自分の中で把握してたのは、まあ、絶対買おうと思った後から、スターウォーズ、ジェダイフォールンオーダー、あと今すごい悩んでるのはコールオブデューティーモダンウォーフェア、さらにデスストランディング、この4つがねほぼほぼ似たような時期なんですよね。まあ、1ヶ月、まあ、9月はあったかな、まあ、10月前後で一気にこう4つ出てくるので、皆さんもどれかしらにはこれやってみたいなっていうのがあると思うんですよ。特にデスストランディングなんか結構すごいんじゃないかな、みんな気になってるソフトだと思いますね。まあ、どれもねちょっとやってみたくって、今すごい決めかねてるところです。どれかは買うんですけど、残念ながら全部一気に買うっていうのはね、まあ、やってる時間もないからその選択肢はないんですけど、これからやろうかなとすごい悩んでるところですね。と思ったら、来年の3月かな、ファイナルファンタジー7のリメイクと、アベンジャーズのゲームと、あとなんだっけな、あ、レインボーシックスの新作も出ますね、クアランティンかな、寄生虫ってかなってたから地球外生命体かな、まあ、以前やったことはないんですけど、レインボーシックスって期間限定でアウトブレイクっていう、こう通常のゲームとは全く違う、まあ、ゾンビモードじゃないですけど、まあ、それに近いような内容で
やってたことが、ゲーム配信されてたことがあったので、まあ、プレイはしてないんですけど、まあ、動画で見てたので、まあ、おそらくそういう感じなのか、またちょっと少し変えてくるのか分かりませんけど、ただね、やってはみたいんですよね、レインボーシックスも。あの、FPS って、今まで全然、Apex Legends しかやってないので、これを機に発売と同時にやるならやっぱり、まあ、Call of Duty Modern Warfare 行くか、それとも、Death Stranding か、ゴーストリコンにしといて、FPS はレインボーシックス行くか、悩むところですね。はーい、海がどん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 近くに見えてきました、今。小田原市過ぎて二宮町に入るところ。釣りしてる人が今ちょろっとね、見えましたけど。いいですね、こんなにいい天気の中釣りするのも。今時間がね、お昼11時半。何食べようかな、何も決めないで車走らせてるんでね、どうしよう。まあ今日はちょっと雑談ドライブ短めにしたいと思うので、とりあえず二宮インターチェンジで降りて動画はストップしようかな。でもし、まあ、このままどっかご飯食べに行く場合はまたどこ行ったかはインスタグラムの方にあげますんでね、そちらの方もよかったら見に来てください。前の車かわいいな、なんだろうこれ、ジープか、テールランプかわいいですね、あれね。今車もね、いろいろ新しいのがこうどん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 出てきて、以前は逐一こう情報を自分でね、ネットで情報調べてたんですけど、もう情報が多すぎちゃって最近そういうのもね、しなくなっちゃったんでね、気づいたら車が新しいのが出てる。BMW の3シリーズセダンがいつの間にか今年の春に変わってたんですね。もう気づいてなかったですもんね、全く。いやー、またちょっと車の方もね、まあ、他の方々みたいに詳しくはないけど、まあまあ、一般的レベルでよければ、雑談の中で、まあ、好きは好きなんでね、車が。好きは好きだから雑談でこう、話はしたいんだけれども、どうだろう。特に詳しくなく、ただあの車がかっこいいかっこいいと言ってるだけの動画になっちゃうんじゃない。さあ、とりあえず今成城バイパス降りたので、一旦ここで雑談ドライブ終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。